皆様こんにちは。今回は Android で通知を受信した時に画面表示するアンビエント表示について解説させていただきます。 Android にはメールや SNS などの通知を受信した際にディスプレイがスリープ状態でも一時的に通知を画面表示させるアンビエント表示機能が実装されています。これを利用することで通知が来た際にその通知を逃すことが少なくなります。ただし通知が来たことが画面表示されるためセキュリティ性は低くなるので注意は必要です。 Android のアンビエント表示機能は設定を開いてディスプレイをタッチすることで機能のオン・オフスイッチが表示されるのでオンにすることで利用することができるようになります。また実際のアンビエント表示では通知を受信したときにディスプレイに白黒で通知内容が数秒だけ表示されます。この他、もし通知設定でプライベートな内容を表示しないように設定している場合は、その設定が反映されるので、通知の詳細な内容は表示されなくなります。Android のアンビエント表示は便利な一方で、他人に通知内容を見られてしまう可能性もあるので、利用する際はプライベートな内容を表示させない設定と組み合わせるなど、十分注意して利用してください。以上、Android で通知を受信したときに画面表示するアンビエント表示についての解説でした。